い、今日が7月7日七夕です。はい、クソ暑い。まあ蜂の巣がなんかいつの間にやらポツポツできてきちゃったんで、ちょっとそれもどうにか対応しつつやっていきます。まあ今日はこっからっすね。まあここバババンと貼っちゃえばいいかなっていう感じです。まあ大体そんな時間もかからないような気しますんで、まあやっていきましょうか。はい、ピースログです。まあ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 はかどんないですね、動画編集。まあパソコンがおそらく限界かなって。 Windows 8.1 のサポート終わるんで、まあ買い替え時かなって感じっすね。まあ僕が買いね、パソコンを買い替える時って、その時の OS のサポートが終わらない限りは、買い替えないんですよね。Windows 7もそれが終わらない限りは 8.1 にしなかったんで、まあどうでもいい話ですが、まあ今回は、ここが、キッチンの増し張りですね。で、これカメラ乗っけてるところが、あれです。今冷蔵庫を置いてあるところの、補強に補強を重ねた超強い増し張りをした床の上ですね。なので、まあ大体こんな感じで増し張りやってますね。でまあこの後ね、まあ突っ込みが入りまくりなんですけど、ちょうどはですね、この時は、あれ、ウクライナ戦争で、ウクライナがすごい劣勢だった時期ですね。で、ゴールデンウィーク明けに、鉄とか木材の値上げが1回、それで、確か6月の終わりかな、それにも、その時にもなんか1回あったような気がします。この時すでにもう、コンパネがですね、1.5 倍くらいの、値段になってたんですよ。だから、これきついなって思ってたんですよね。なので、まあ、結論から言うと、ここを、まあ、足張りの材はですね、まあ、なるべくこの真柱の間隔狭くして、OSB 版でやっちゃってますね。で、本来 OSB 版っていうのは床には使いません。壁ですね。だって、板って書いてあるけれども、あれ板じゃないんで。要は、クズですね。板のく、切れ、かつお節っていうか、その、削りカスを接着剤で圧着しただけなんで、あれ板じゃないんですよね。で、本来、床に使うべきじゃなくて、でも、まあ、金なかったんで、使いました。まあ、ただ、それを使うんであれば、使うなりのちゃんとした根拠必要ですよ。もちろん、下がね、コンクリートの土間コン打ってない、典型的な築古の床で、大引き具の上に根太があって、その上に断熱材かまして、OSB 版っていうのはもちろんやめてください。当たり前なんで。なんでかっていうと、湿気に対して OSB 版超弱いんですよ。だって板じゃないから。なので、そうすると簡単に抜けます。下がボーンって。だって板じゃないもん。何度も言うけど。なのでまあそれはやめてください。で、僕の場合にはちゃんとそういうディテールを分かった上で、板の床の上の増し張り材としてちゃんと、使ってます。のでそこら辺はまあ、その人によって個性が分かれるんで、まあ好きにしてください。自己責任で。はい、まあ、動画の方は多分切り替わってると思いますね。で、これが、仕切りが終わった後の、僕の部屋になります。あれ、仕切りが終わった時の動画って、あげたっけな？多分あげてないな。なんかちょっと、動画のね、順番が、なんだろ、動画の順番がちょっと今、あやふやなんで、まあ、いいです。で、今回に限ってはかなり多いんですよね。動画撮ってた時間が。なので、まあ、30倍から40倍速で、まあ、一気にバーっとやってますね。もうちょっと時間ないんで。出稼ぎまでの時間がちょっと迫ってるんで、まあなんとか出稼ぎまでに動画はアップしきろうかなって感じですね。まああとコーキング剤を打ったり、まあとにかく隙間風ですね。特に床。まあこの家に限ってはかなりのですね、隙間風があるので、
まあ、ここまで施してようやくですよ、蚊取り線香を焚いて煙、まあ、全部窓とか閉め切って蚊取り線香をつけて風が吹いてる日でも、なんだろう、煙が風で揺れないように垂直に煙がね立つっていう感じには良くなりましたね。で、まあ、ですね、去年の話かな、去年じゃない、去年一昨年の話ですね。で、今動画で中でちょいちょいね、仕切りを作った向こう側、今で言う、まあ、僕が今使ってる管理人部屋って呼んでる部屋があるんですけど、まあそこと、あと今かな、そこがですね、くっそ寒いわけで、で、あと特に去年、テント張ってたあの、リビングがあるんですね。まあそこは、まだ寒いまんまです。なんでかっていうと、エアコン来年取ろうかなって思ってるんですよね。で、そのエアコンの真空管とか真空引きをしてるパイプ類がですね、窓から入ってきてるんですよね。やっぱりあそこくり抜くところがなくて、あそこにしかつけらんなかったっぽいですね。で、つけても隙間とかもバンバン空いてるから、どういう突貫工事したのかがようわからんす。本当に。だから冬になるともう外気温になっちゃうんですよ、まだ。リビングだけはその、なんだろう、エアコンの室外機につながってるパイプがガタガタなんですね。だから、まあまだまだ室内気密で言えば低いですね。で、あと渡り廊下の二重窓、それも完成はしてないっすね。なんでまだまだ前途多難ちゃ前途多難ですね。いやー、でもまあ今一段落ついてここまでね、木材を買うっていうことがないっすね。もう今はですね、もうクレカですね。なんか返済じゃねえや、請求のサイクルが遅いやつがようやく来てるんで、それを、なんだろう、クレカの不払いが起きないように、まあ、メインの口座にお金送金してるみたいな感じっすね。いや、でも長いな。鼻噛んじゃったよ。長いな。でもここ、これらがかなり踏ん張りどこでしたよね。もう7月中には、プレオープンするとかできると思ってたんですよ。まだこれ7月の頭だし、特にね、増し張りをする上で、床の下には断熱材を置かないで、もう床の上で断熱してます。で、DIY 動画を見て、やっぱり床ってハグってなんぼだって思ったんですけども、そこまでやってる体力っていうか労力と時間ないんで、もう床からの隙間っていうのは塞ぎようがないんですよ。で、この当時はもうすでに床材だって木材の高騰の仕方が半端じゃないんですよね。だから、もういいやと思って、まだ強度が高かったんですよ、この床。なので、床の上にもう一回、根太代わりのノブチでも敷いて、圧力を分散するような形にすれば、まだまだ持つ床だと思ってました。で、床の下はほふく前進で入って、軌道を見たんですよ、くまなく。まあ、このほふく前進で軌道を見るっていうのが一番辛くて、まあ、途中夕立が来れば水が入ってきてもびちゃびちゃでしたよね。まあ、それが辛い。で、まあそれも乗り越え、ようやく、まあ、軌道があるのはリビングらへんにちょっとだけなんで、落ちるんだったらもう一気に根太を食いちぎられて落ちてほしいんですよ。不思議なことに、大引きには、大引きだけはバチッとあれが塗ってあるんですよ。クレオソートなのかクレオパワーなのか、茶色いやつですね。なんで、大引きには見当たりませんでした、移動は。まあ、見れる範囲だから多分、まあ入ってない、シロアリがいない家っていうのは異常だと思うんで、まあまあ入ってはいますけど、まあ家が潰れるとかそこまでは入ってないっすよ。すごい綺麗な状態です。築50年以上経ってるこの家にしては。で、まあ、とにかく隙間風ですよね。話は DIY に戻りますけど。で、床材の隙間からも実は吹き込んでくるんですよ。吹き上がってくる感じ。なんで、去年、一昨年、
ここテントで寝てたんですよね。動画で言えばあのキッチンの隣、今道具が散乱していますけど、いやでもねあれがきつい。何がきついかって言ったら底冷えっすよ、床からの。もう外気温以上に木が冷たいから冷えるんすよ、腰と腹が。でもそれでずっと俺下痢してましたからね、去年一昨年。もう寒くて寒くてしゃあないから。で、命の危険を感じたから、その住居と引き換えに、まあ住居が手に、期間的にでも手に入るからっていうんで、住み込みのスキー場バイトとかにも行ってたんで、もうこれはどうにかなっちゃうなって感じでしたね。いやでも今すげえ快適になりましたね。寒くないし、暑くない。まあ、暑さに関しては、そりゃありますよ。でもね、去年、一昨年に比べれば、気密性は断然上がりましたよ、ほんと。特にあの、ふかし壁で発泡スチロールを壁に貼っただけなんですけど、夏は夏の暑さと、秋口とか冬だったら冬の寒さ。これはね、段違いに違いますよ。まあ、寒いっちゃ寒いっすよ、もちろん。でもね、テントの中でね、凍えてた時代に比べれば全然違いますからね。もう、これがもう DIY の醍醐味かなって感じ。まあ、とにかくいいんですよ。で、この動画に関しては DIY のクオリティではなくて、クオリティだったら他の動画見ればいいんですよ。だからやっていきたいなってことは、まあ、ここ、外ごもりプレイスで、っていう名前、ネーミングで、まあ、もともとは、きっかけっていうのは、そうだな。和歌山に、今、山奥ニートっていう本を書いた人が住んでて、まあ、その本が出る前に3回くらい行ってるんですよね。まあ、ブログでも書きましたけど、で、そこでやっぱりあんな感じの場所がいいな、あったらいいな、っていうふうに思ったのもきっかけだし、で、その後、四国の、自殺問題に尽力してるお坊さんのところにも行って、それがきっかけで今ここを作ってるんで、まあ、もうちょいでできますからね、頑張ってます。まあ、できてますけど。で、まあ、タッカーかな。はい、タッカーのシーンが切れてるんで、まあ、タッカーバチバチ適当に打って、どうしようかな。石膏ボードがいいかな。あ、でも結局石膏ボードは買ってこなくちゃいけないな。石膏ボードは買わないからまだ養生プラダがあるもんな。さてどうするかの。まあ、あとは、まあ、材を買いに行きますか。あと、この襖を、この襖をどうするかだよな。あと、発泡スチロールを何枚買うか。まあ、買い出し行って、今日は終わりだね。はい。はい、まあ、7月の頭っていうのは、台所だったり、洗濯機、脱衣所、洗面台、まあ、ようやく家の半分の仕上げにかかってますね。まあ、この時にもプレオープンしても良かった気がします。でもね、一時側の水道の水圧の低さが問題でしたね。まあ、こんな感じで頑張ってます。バイバイ。